こんにちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。終わりましたよ、開幕3連戦が。ああ、面白かったな、どのカードも。なんかいろんなこと起こりましたね。いろんなこと起こったけど、いろんなことも詰まってるし、いろんな若手もデビューしたしね。うん、だから、非常に面白い。今年のやっぱりプロ野球は面白いぞということを感じさせてくれるようなね、試合が多かったということで、はい、今年から豊の視点、はい、ね、開幕3連戦を振り返るという、はい、まあ、ちょっと振り返っていきたいと思うんだけども、はい、まずはセリーグから。セリーグからですね、はい、結果がこちらです。結果がこちら、はい、赤で囲んだチームが勝ち越したチームということで、ね、はい、結果は巨人の2勝1敗、はい、で阪神ヤクルトは阪神3敗、はい、DeNA が3敗、うん、ちょっと深刻だよねまずね、巨人中日からいくと、うん、まあ、開幕戦菅野と大野で投げ合って、はい、まあ、ここら辺は逆転したりだとかいろいろされながら、まあ、大野の出来がちょっとあまり良くなかったね。うん、菅野も決していい出来だというふうには思わなかったけども、はい、なんか独特な開幕の硬さの中、うん、まあ、ゲームが終わり巨人が勝ったというね。その中でも大勢というピッチャーが抑えに出てきて、はいはい、ドラフト1位のルーキーの大勢投手ですね。最速158キロ、うん、まあね、ピシャッと抑えてね、ピシャッとでもないか満塁まで行ったからだからちょっとバタバタしながらでもやっぱ初登板をセーブ付きで飾ったというね、うん、で2試合目は中日が勝ってたんだよね。で岩崎をマウンドに上げたら4球かなんかで肘の状態が悪くて、ね、で岩崎っていうのはトミージョンかなんか手術はしてるんだよね、うん、肘の、まあ長くかからなければいいなっていうふうに思うんだけど、うん、はい、まあ、中日の方はその場で勝っていて、他のピッチャーも岩崎をマウンドに上げた以上岩崎マルティネスで行くというふうに、まあ、他のリリーフ陣がやっぱ気持ちを切ってたような感じがするんだよね。うん、で一気に逆転されて星を落としたという、うん、で今日なんかは、まあ、逆だよね。相手のミスに乗じて、ね、まあ、坂本がね復帰してもういきなりの4安打という、はい、やっぱチームリーダーが帰ってきたら違うぞというようなところをちょっと見せつけて、うん、で岡本中田翔がホームラン連発で打つとかね、はい、まあ、非常にいい流れできてたんで、で先発も赤星、うん、で赤星も勝ち投手の権利を持って、まあ、見事なピッチングで降りるとか、うん、そういうことがあったんだけど、やっぱ坂本を変えて記録がエラーをし、まあ、ちょっとあのエラーもちょっとかわいそうっちゃかわいそうなんだけどさ、はい、まあ、一つ、まあ、どっかで取れるかなというね、うん、まあ、そういうエラーだったんだけど、うん、まあ、デラローサが耐えきれずに同点に追いつかれ、まあ、直江で負けるというね、うん、ちょっとね、うん、試合の流れがちょっと変わってしまうような。そうだね。ただ中日も若手がね、岡林であり、うん、溝脇であり、溝脇は今日決勝点を叩き出したんだけどもさ、うん、まあ、岡林であり石川であり、はい、なんかこう躍動しそうなね今年の中日、うん、そういうのを感じさせてくれたし、はい、まあ、巨人の方は、まあ、ベテランピッチャーもいるけども、うん、なんかこう若手が楽しみになってきてるよね。そうですね、まあ、大勢がセーブも上げたりだとかね、うん、で、まあ、直江もそうだし、昨日投げた山崎もそう、はい、で今日投げた赤星もそう、はい、でもすごく楽しみな投手陣が出てきたなという、うん、まあ、そんな感じがする3連戦だったよね。はい、はいはい、で阪神ヤクルト、うん、まあ、ここは初戦最大7点差を8回9回でひっくり返されたわけでしょ。大逆転、大逆転だよ ね、はい、だから、まあ、それをのショックがやっぱあるよね。ちょっと切り替えがうまくいかない部分。そうだね。まあ、だから阪神のセットアッパーとクローザー、うん、まあ、ここら辺を誰にするのかというね、うん、まあ、ちょっと深刻な悩みっていうのが出てきてるし、うん、ここら辺はちょっと、まあ、初戦が全てだったなという開幕戦が、はい、あれをひっくり返されたらちょっと厳しいよね、うん、でもヤクルトの方はやっぱ打線がひとたびこうつながってくると、うん、爆発力があるね。まあ、その中でもこの3連戦で言えばサンタナに全部やられたという阪神はね。うん、そうでしたね。でヤクルトの方はサンタナを軸に長岡だとか若手が引っ張られて、うん、いい感じで試合を終えることができた、うん、その結果が3連勝ヤクルトはね、はい、逆にだから非常にこうなんかヤクルトはいい3連戦だった、うん、特に開幕戦あれをひっくり返したっていうのがなんかすごく大きかったなっていうね。こうちょっと波に乗るようなきっかけに、そうだね、なってしまった感じですね。そうだね、はい、はいはい、続いて DeNA 対広島、はい、広島はね
絶好調で入ってきたのかなっていうぐらい、うん、まあ打線がすごかった。やっぱ鋭い振り方もね、はい、スイングがやっぱキレがある、とやっぱ DeNA の方は、うんはい、外オースティンがいない、はい、まあ、これはもう最初から分かってることなんだけどもさ、はい、だからこうしなきゃいけないというそういうことが強すぎたかなっていう、なんかちょっと小さくなってなんか一つのプレーが丁寧になったりだとかさ、なんか思い切っていけばいいのにいけなかったりだとか、なんかこういつも通りではない、こう平常心ではないようなところが裏目に出てる、うん、それとやっぱりピッチャーもやっぱ外オースティンがいないから余計な失点をしちゃいけないとかね、そういうところでなんかこう慎重になりすぎたかなという、うん、まあそういう気もするけども、うん、今日の負けなんかは、はい、やっぱり山崎八木がひっくり返されてるという、うん、まあここら辺がちょっとね、今年もダメなのかっていうようなちょっと不安を抱かせるようなそんな感じの、まあ、3連敗なんだよね。そうですね、高さん優勝予想に。そうなんだよ、困るんだよしてるだけに。そうそうそう、まあ次はね切り替えてほしいですが、まあそれそうだね、まあ、ただね、まあ、広島の方は大瀬良と森下が投げて、うん、やっぱ勝ち越すカードだよね、うんうん、計算ではね、はい、うん、だからまあ広島はすごくうまくいったという3連戦だと思うけど、うん、なんか DeNA がちょっとひ弱に見えだしたな早くいやいや3連戦終わって3連戦、はい、うん、だからもうちょっとあの大胆に思い切って選手たちは躍動してほしいなというふうに思うけどね、うん、はい、うん、まあセ・リーグではそういう感じだったけども、うん、まあヤクルトの方はやっぱ長岡だとか内山だとか浜田、うんうん、こういう若手が出てきて躍動してる、はいはい、で阪神も桐敷というピッチャーが、うん、あの投げたけど、はい、まあ、結構やっぱいいピッチャーいるよね、うん、だから初先発にしてはすごくもう上出来だし、はい、よく投げたと思うよね、はい、まあ、巨人の方はさっき言ったけどもね、はい、まあ、広島はそれかね、はい、がやっぱこうね開幕戦か、うん、いい働きをしてね、ね、勝ちに結びつけてるし、だから非常に今年もあの有望な若手がね、だから去年が強烈なインパクトをまあ、佐藤というのがね、はい、つけたけども、だけど今年もなかなかいいルーキーがいるなっていう。そうですね、この今振り返っただけでも、うん、ルーキーの名前は何人も出てきましたね。そうだね、それと若手がやっぱり中日なんかは岡林だとか、うん、溝脇とかね、はい、まあ、そういう、まあ、石川もしっかりなんか躍動しそうな感じもするし、だから非常にあのこの3連戦を見て、まあ、セ・リーグの方あ楽しみだなっていう選手がたくさん目についたよね。うん、はい、はい、で続いてパリーグ、はい、こうなってます。はい、楽天ロッテ戦が一つ雨で、そうそう、雨で中止になって、中止になったので、うん、そこはちょっと一勝一敗ということですが、そうだね、ソフトバンク西武が、はい、3連勝と2勝1敗で勝ち越していると、はい、はい、ソフトバンク、はい、やっぱ最初はやりにくかったと思うんだよね、まあ、何を仕掛けてくるかわからない、ね、はい、だから我々も楽しむようにしてるというような、うん、ソフトバンクの声が聞けたんだけども、はい、だけどやっぱり日本ハムを見てると、うん、まだ試行錯誤をしているというか、こうやらなきゃいけない、やりたいこと、うん、これがまだ明確ではない、うん、だから試行錯誤をしながらこれが正しいのか、この打順が正しいのかとか、この守備位置が正しいのかとか、うん、いろいろ考えてるよね、試行錯誤の中で戦ってると思うし、うん、それが正しい、あこれだっていうことを見つけた時には強くなると思う。なるほど、じゃあ、うん、それをちょっと実践で試していかなきゃ分からない部分があるということですね。そうそうそう、うん、だからビッグボスが多分試したいんだと思うね、うん、なるほど、うん、ソフトバンクの方はガルビスとか、うん、いい外国人の働きがあり、まあ、3連勝したんだけども、はい、やっぱりこう落ち着いてるかな藤本監督が。なるほど、そんなにねやっぱバタバタしないというか、うん、まあ、2軍では監督の経験があり、はい、まあ、選手を見ていてね、うん、だからそういう経験がちょっと生きてるのかなというね、うん、まあ、そんな感じがしたけども、はい、だから非常になんか落ち着いて、まあ、日本ハム相手だからちょっと落ち着いてやったのかなという感じもするけども、はい、まあ、日本ハムの方では万波がホームランを打ったりだとか、うん、清宮がホームランを打ったりだとか、ね、まあ、嬉しいニュースはあるんだよね、うん、嬉しいニュースはあるんだけども、やっぱ先発ピッチャーを開幕からなんていうの、次の日の先発ピッチャーを使ったりだとか、そうですね、ちょっと破天荒すぎたかな、うんうん、だからもう少し落ち着いてやるといいかなっていう感じがするよね、うんうん、なるほど、
でも若手はすごく躍動してるし、はい、まあ、札幌に帰ってどういう開幕を迎えるかだよね、うん、札幌に帰ったら多分噂だとか、まあ、伊藤大海もそうだと思うけども、まあ、頭から先発でしっかり投げていくと思うけどね。だから、うんうん、札幌帰ってからだこう本当の戦いは、うん、ひとたびこう試行錯誤しているものを何か掴んだり見つけたら、うん、また一つ展開変わってきたりする、まあ、展開変わってくると思うよ ね、うん、だから答えをまだ見つけ出せてないというね、うん、まあ、そんな感じがするよね。じゃあ新監督対決はソフトバンク3勝ということですか。まあそうだね、まあ、役者もいるけどね、はい、しっかりしたね、はい、ただこの若手が躍動してくれたっていうのはすごくいいことだと思う、はい、うん、まあ、石井がホームランが初戦開幕戦で千賀から打ったりだとかさ、まあ、清宮が打ったり、うん、今日は万波が打ったりだとかさ、うん、だからすごく成長してきてるからね、うん、だからそれを楽しみにしたいなというふうに、はい、楽天ロッテ、はい、佐々木朗希、ね、今日投げました。素晴らしかったです。5者連続三振で立ち上がっていったんだよね、うん、それを受けるのが松川。もう松川選手はこの開幕戦ちょっとみんながそうだね。で楽天の方は安田がねやっぱルーキーでマスクをかぶったけども、そうですね、はい、うん、でもそれを見た岸が、ね、うん、2回にロッテ打線を三者三振という、うん、わすごいやっぱり意地あるんだなとか思いながら、うん、まあ、そういうふうな見方をしてた、はい、で、まあ、1試合1敗には終わったけど、うん、その中でやっぱ松川がね、うん、にびっくりしたのは最初の1打席目岸のカーブを見逃し三振だったんだ、はい、タイミングが狂ってね、うん、でまだ開幕戦ヒット打ってなくてノーヒットだったんだね、はい、で2打席目見てたらそのカーブを狙ってたね。うん、それをライト前、多分ライトが取ったと思うんだけどライト前にヒット打ったんだけど、はい、これは完全に多分やられたボールを狙ってたということを感じたんだよね。うん、これやっぱ高校生、みんなが高校生じゃないみたいって言うけどもまさしくそうだよ、うん、やっぱね頭がいい、考えてる。それと延長になってね、はい、負けたんだけどサヨナラで今日負けたんだけども、はい、ゲレーロっていう速いピッチャーがいるんだよね、うん、でまっすぐとこう落ちる系のボールでバッターを取ろうとするんだけどもちょっとピンチの時にやっぱ高校生だとやっぱまっすぐできてほしいと思うんだよ、うん、変化球ワンバウンドして止めなきゃいけない、はい、うん、でも平気でサイン出して止めてたね。あるんでしょうし、うん、だからまあそこら辺の度胸の座り方、あ、まあ、素晴らしいよね。守備でもすごいなんかね、いい、ね、うん、素晴らしい判断でそうランナーを刺すシーンなんかもありましたし、でもやっぱ佐々木朗希は迫力あるなもうやっぱねちょっと次元が違うような感じがするわ、うん、またなんか昨シーズンよりもまた一つ、まあ、パワーアップしてんな、ね、そうですね、うん、で楽天の安田の方も佐々木朗希からヒット打ったね、はい、うん、初ヒットが佐々木朗希投手からっていうのはねちょっと高めがパーンとバット出してレフト前からね、はい、この前一生記念に残る佐々木朗希から打ったという ね、これはもう最初で最後一つですからプロ入ってから初ヒットは。で松川も騎士といういいピッチャーが打ったよ、はい、まあ一勝一敗、はい、で雨で一つの中止が残念だったけども、はい、まあ痛み分けというね、はい、最後西武対オリックス、はい、ね、初戦山本打てないあれは打てないよそれに尽きる試合ですか。だから佐々木の吹きをまとめた感じだから俺はねなかなか打てないよ、うん、だけど西武の今年初勝利が隅田、はいはい、ルーキーのもう一勝あげたけどもう完璧だったね、はい、うん、でやっぱこうボールをよく動かせれる、なるほど、うん、これはね大体全部のボールで勝負ができるから、はい、非常にいいよ、勝つと思うよ。さすがの最多競合のドラフト1位ですよね。そうで相手が宮城だったのね、はい、で宮城から山川が打ってホームランを、うんうん、ね、援護をしたという、はい、最初からね、うん、まあ、それも楽だったと思うんだけども、はい、だから非常にあの隅田はやっぱ新人王候補だわ、もう取るんじゃないかと思わせるぐらい安定してる、うん、なるほど、あのピッチングが常時できたら本当に負けないよ、うん、
うん、西武がちょっと打てばね、はい、で今日でも最大6点差あったゲームをひっくり返した、はい、山川もその試合でまたホームラン打ってるし、うん、だからやっぱ打線はね復活してきてるし、うん、非常にやっぱ西武楽しみだよ、優勝予想してますので、ね、優勝予想してる、井高さんはそうそう、はい、セ・リーグは DeNA だったけど、はい、パ・リーグは西武、はい、これ西武はね本当にいい感じにチームが来てる、うんうん、だからちょっと先発ピッチャーがやられるケースっていうのは一戦三戦というふうにあったけども、はい、まあだけどこれからね状態が上がってくると思うし、はい、だから非常にリリーフ系統に入った時には、うん、やっぱこう去年まで培ったやっぱ苦しい台所をみんな経験してる苦労人が多いから、はい、だからそこら辺もきっちり今日なんか締めてるよね、うんうん、だからオリックスは山本宮城で連勝を狙ったんだと思うけども、うん、ちょっと当てが外れたで今日でも最大6点差あったのにひっくり返されたという、だからちょっと投手陣がね、若手の投手陣がどうなんだというね、うんうん、まあそんな感じがした3連戦だったね、はい、パ・リーグもやっぱり若手だとか、はい、そういうのが目立った3連戦だったね、うん、はい、はい、もうこの3連戦でなんとなくこの今のチームの状態というのも見えてきましたかね、やっぱこうねキャンプオープン戦と見てきて、うん、いざ開幕するとなると、うん、あこんな仕上がりなんだっていうようなことがちょっと分かりやすかったりしますか、まあ、そうだね、うん、まあまあチームの状態も分かるし、はい、若手がどのぐらい伸びてるかとかね、うん、やっぱ本ちゃんにならないとさ、うん、分からない部分もあったけど、うん、やっぱオープン戦必死に戦った分だけ、はい、やっぱ公式戦でも何の遜色もなく、うん、まあ、できてるなということと、うんうん、やっぱり日本ハムの新庄監督、藤本監督、セ・リーグでは立浪監督、はい、まあ、立浪監督はね、今日初勝利を得て、はい、この V イニングボールね、このボールは大切にしたいって本当に言ってたよ、うん、はい、だから自分のその初ヒットだとか1500本とかとか2000本だとかさ、そういうことよりもやっぱみんなで掴み取ったその一つのボールというのをね、やっぱ大事にしたいっていうのがすごく心にしみた、うん、俺はね、それと勝ってないのがビッグボスなんだよね、はい、うん、まあビッグボスはヘとも思ってないかもわかんないけども、ね、うん、やっぱどういうコメントがね、うん、初勝利の時に聞けるかどうか、はい、まあ、楽しみにしたいと思います。そうですね、楽しみですね、はい、はい、まあ、以上3連戦を振り返ってみました、はい。